日本の中っていうのは海外にない規律っていうのがあるじゃない、はい、すごくチームを重んじるからみんなが自然にね、うん、そうするとチームの中の一人になってるとやっぱりいざっていう時さっき言ったねゴンがアルゼンチンとやったけどもこいつらの威圧感違うぞっていう話のところで負けちゃうと思うんだよね、うん、まあその個人個人がまず成長することが大事だろうし、うん、ただ個人で考えながらも個人を生かすために自分を生かすために味方をどう動かすかも自分のためになってくるから俺はこういう動きするんだからお前こういうパス出してくれ、うん、個人でありながらもそれを周りに影響させることによってチームのプレーになっていくし、うん、チームのつながりになっていくんじゃないかな。それが一人一人ポジションでもサイドの左サイドだったらお互いに要求していけばいいだろうし、うん、それが広くこうネットワークがつながればつながるほどチームとして今度強くなるつながりになるから要求することも大事だなと思います。それがチームワークじゃない。そうですよね。みんなでやろうっていうのはチームワークじゃなくて、はい、一人一人がしっかり考えを持った中でそれを合わせていく、はい、それだけの技術を持った中で合わせていく、はい、これがやっぱりチームワークだと思うんだけど、そうですね、まあ、システムというものにこう入ってじゃあそこでこういうプレーをしてくれだそこに入るの入ってやるプレーっていうのは最低限のプレーはあると思うけど、うん、それ以外のところで自分を見せていかなければいけないんですよね。そうそうそう。だから監督とは商談だよね。その、はいはい、話し合うことじゃなくてグラウンドの中で商談だよね、うん、いや俺はこうしたかったんだ、はいはいはい、太田監督がいやいやお前違うって俺言ってるのはそうじゃないこっちからってじゃあ分かったそっちからやってみるけどでも俺はそこ行きてんだっていうね。そう、それは やってよ。その空いた時間俺やってんだよ。そうそうそう、まあバイトじゃないですけどこれ、この仕事やっときなさいって。いやいやそれやるよ、うん、やり、やった以外にこれだけやれればいいんでしょっていう、うん、俺はこれがやりたいからこれをちょっと最低限はやりますよっていうところをやればいいわけで、うん、そうだよね、うん、だからそういう意味ではそういうところをもっと突き詰めたら今の J でもそのままもっとすごい面白いサッカーできるんじゃないかなっていうふうに思うんだけどね、うん、この夏一人の高校生がサッカーの母国へと向かった。その行き先はあの世界の名門クラブアーセナル。彼はそこでトップ選手たちに混じりトライアウトに参加したのだ。Moi, je pense qu'il a des qualités très intéressanteset qu'il peut devenir un futur attaquant de l'équipe nationale du Japon. Si c'est possible, oui. 名将ベンゲルにそこまで言わせるのが中京大中京高校3年の伊藤翔18歳。彼の最大の特徴とは、そうですね、やっぱ人より絶対点を取るってことですかね。年増すごとにあのフォワードへのこだわりっていうのは強くなってる気がします。一つ上の年代が中心のアンダー19日本代表にも高校サッカー部に所属する選手として唯一参加した伊藤。同年代ではなかなか止められないドリブルとそのスピードからついたあだ名は和製アンリ。ベンゲルさんに今認めてもらって、まあ、すごく嬉しいんですけど、あの、まあ、まだ自分何も結果出してないんで、あの、まあ、自分が結果出してから、まあ、喜びたいですね。世界の原石たちと競い合うことで芽生えたさらなる自信。得点へのこだわりもおのずと高まっている。微小性とかは素早い、あのちっちゃいところでの素早い動きとかはやっぱり全然多分日本人の方が上だと思うんで、まあ、決定力不足を解消できるぐらい実力をつけれたらいいなと思います。続いては今年アジアを12年ぶりに制したアンダー16世代から。でも彼のところにボールが行くと何かが起こるようなね予感がする。それをやっぱり中学の年代で感じました。セレッソ大阪でクラブ史上最年少となる16歳でのプロ契約を果たした柿谷陽一郎。まずはこのフリーキック。アンダー16日本代表でも唯一のプロ選手としてその圧倒的な個人技でチームを牽引する柿谷。そんな彼の最大の武器は、まあ、やっぱりドリブルは全然負ける気しないし、日本人離れした足さばきで相手を翻弄するドリブルはまさにワールドクラス。観客サポーターがいる中でね、まあ、彼を見に行きたいと
そういうやっぱりね選手になってほしいと思いますね。その片鱗を見せたのがアンダー17アジア選手権での北朝鮮との決勝戦。2点ビハインドから反撃ののろしを上げたこの想像力あふれるゴールは観客を魅了した。彼のプレーをもっと見たい。大会 MVP はその証だ。4年後20歳、まあ、代表になっても、まあ、自分がじゃなくても別に20歳で代表になった選手は今まで見てきたし、まあ、別に意識してるっていうかやっぱ最終的にはやっぱそこに入らないと全然意味がないんで、向かってくる敵を全部倒していかないとそこには繋がらないと思います。そしてもう一人、同じ世代から普段は無邪気なこの高校生。他の人間がどんどん選ばれてっているのに自分が選ばれないっていう、それのこう内面的な悔しさをプレーで最初の代表招集した時は、彼は本当に伝わってきた選手ですね。あんまり今の現代っ子ってそういうの出さないじゃないですか。今のユース世代で人一倍熱い魂を持っているのが横浜 F マリノスユースの水沼宏太16歳。あの水沼監督の長男だ。水沼ジュニアとか結構言われたりするんですけど、やっぱ自分としてはやっぱ自分の水沼宏太という立場で認められたいですし、グラウンドを走り回ることなら誰にも負けないという水沼。アンダー16代表でも中心選手として活躍する彼の最大の武器は、その走力を生かした鋭い縦への突破だ。アタッキングゾーンに入った時にすごく嫌な選手だとは思いますね。先のアジア選手権でもその特徴を存分に発揮、2列目からフォワードを追い越す動きでライバル韓国戦を含む4得点を挙げた。当然世界への意識も高まる。ここまで来たからには、まあ、目指していきたいし、走りでは負けないようにして世界に戦っていきたいと思います。ユース世代で輝き出した個の力、世界はもう憧れではなく戦いの場なのだ。名将ベンゲルは個の育成についてこんなことを。Ça veut dire qu'après 19 ans, si le joueur n'est pas formé complètement, il ne sera plus jamais. Le développement d'un joueur jusqu'à l'âge de 19 ans sur un plan physique, technique et tactique est important. Après, la marge de manœuvre est pratiquement nulle. 日本に現れ始めた本気で世界を目指し、子供たち一人一人と向き合う指導者たち。そしてはっきりと世界を見据え、真剣に自分の技術を伸ばそうとする子供たち。世界の舞台で躍動している若き子の力、世界と対等に戦いたい。日本人にも必ずできるはず。もう惨敗は嫌だ。日本サッカーの再生、それはすでに始まっている。やっぱ青い日本って世界に羽ばたきたいです。今ジダンとかそうです、ビッグプレイヤーみたいな世界を驚かせられる選手になりたいです。世界の人にも認めてもらえるような選手になりたいです。自信あるんですか？はい、あります。